際文化論の第3講義です。この講義が、大きい違いがあるんです。前の2つと。1つは、試験に出る問題が、この第3からいっぱい出るんですよ。だから、ここでする話だけではなくて、この下に書いてある説明のところもよく見て、必要の場合は、ネットで検索して自分で探してください。だから今までの話は、かなり国際的で、全世界にある現象の話で、で、先週は、エリートの文化の流れで、サイエンス とか技術に関係、学校で勉強する文化のことは、どれくらい、どういうふうに、モダン時代に変わったというトピックでした。で今日は、このクラスでこれから一番大きいテーマになるんですけど、学校で勉強しない文化の方は中心的になります。でそれが、一般市民の文化。いろんな言い方ありますよ。大衆文化、マス文化、またポピュラーカルチャーとかいろいろあるんですけど、こういう文化が、産業革命の前に存在しなかった文化です。これが、多くの人が田舎から、お百姓を辞めて、田舎から、都会に住むようになって、宿を借りる、工場などで、現金のために働く、新しい人たち。もちろんその人たちは、ルーツから離れるようになるんですね。でもしかして周りに住んでる人たちも、もうみんな同じようにルーツから離れてるんですけど、周りに住んでる人たちは違う背景の人たちで、違うルーツ持ってる人だから、共通点がもちろんあるはあるんですけど、まあ、それまでの文化の、と大きく違って、共通点だけじゃなくて、相違点も増えるんです。ある国は、例えばアメリカでは移民が非常に多いですから、周りに住んでいる人たちは、違う地方だけではなくて、違う宗教、違う言葉、違う教養、いろいろ違う慣習、いろいろありましたから、その新しい文化が、それぞれの民族、それぞれの階級、それぞれの地方の人たちにアピールしないといけないです。で、また、都会に住んでるんだったら、もちろん、アパート暮らしが非常に普通になります。それは村と違って、それではプライバシーという概念が生まれるんですよ。もちろん村の方では、自分の家に住んでるかもしれないんですけど、周りの人たちは毎日一日中何やってるか、ちょっと意識したらわかるものですから、プライバシーというものは、本当はあまりなかったんですよ。もちろん、ドア閉まって、障子を閉めて、その中で何やっているかわからないんだけど、まあまあ、ちょっとわかるでしょう。だから、そういう、社会との関係が変わります。都会に行ったら、周りにいっぱい人はいるんですけど、ドア閉めたら、誰もわからないようになるんですね。アパート暮らしだったら。共通窓とかはないんですから、いろいろそういうことはあるんですよ。だからそういう社会との付き合い方も変わりますよ。でその中に面白い現象もある。人の不幸が面白くなる文化も現れるんですよ。その話も後でまたしますけど、その協力から競争に切り替えることも背景にあるから、資本主義では競争社会ですから、特別の機能のある、教育のある、才能がある人たちが、競争に勝ちやすい。だからそういう、周りの人たちもみんな同じ仕事、
同じステータス競争しているから、付き合い方が違うんですよ。もちろん村の中にも、上手い人と上手くない人、頭いい人と頭良くない人も、いるはいるんです。で、上手い人と頭いい人は、ある意味で競争で勝つんですけど、同じような競争社会がなかったんですよ。それより協力社会の方が強調されてたものですね。だから、そのプライバシーがない環境、村の文化の中には悪いことするのは難しいんですよ。まずは、周りには、生きるところがそんなにないんだから、自分の家で悪いことするのは、まあ、あり得るんだけど、あんまりないんですけど、街の中に行ったら、そういう業界も現れるんですよ。で、それは、アルコール関係のものとか、まあ、ある場合はドラッグ関係のものとか、ギャンブルとか、売春とか。だから、そういう、罪みたいなことが、プロ化されるんですよ。で、村の中には、それが、まあ、アルコールは全然ないわけはないと思うんですけど、飲みすぎる人が、周りの人が気づいて、コメントされて、難しいんですよ。でも、都会行ったら、仕事終わって、まだ家に帰らない間には、飲みに行くことがすごい楽になるんです。で、帰るときには、どれぐらい酔っ払っているか、酔っ払ってないか、飲んだかとか、それは大体みんなわからないんですよ。で、そういう罪関係の、悪いこと関係の業界は、すぐには、組織犯罪が現れるんですよ。で、それは、まあ、日本だったらヤクザというんですけど、ギャングもので、それは、社会の現象ですよ。都会の、下の階級の人たちのコミュニティの中には必ず出るものですよ。で、そういう人たちが、そのヤクザの人たちは、ある意味で、パラサイトみたいなものだけど、ある意味では、警察側のものにもなるんですよ。もちろん、悪い人たちも守るんですけど、警察はあんまりそんな悪いところ、階級の下の環境の悪いところに行きたいと思ってないから。その人たちは自分でやってみたいな態度が結構普通ですよ。警察の中には。だから、ヤクザみたいな組織犯罪が現れるんですよ。もう一つは、都会の暮らしでは衛生的にはひどい。もちろん、19世紀だったら、水道がそれほどは盛んになってないんですから、もしかして、一つのアパートのビルに、一つ二つだけのトイレしかないかもしれない。で、それが一階の裏に穴を掘って、その中には汚物を出すんですね。だから、それは、まあ、もちろん誰か病気だったら、それは病気のもとに なりますし、いろいろ衛生的な問題があって。で、もちろん、水道が盛んじゃないんだったら、みんなちゃんとシャワーとかはできないんですから。でも、銭湯っていうものは、世界的にはあったんですけど、日本だけじゃないんですけど、そういうことは衛生の問題で、病気が流行ったらすごく流行る。その時代には。で、もう一つは、都会の暮らしの中には教育が義務教育になります。それは、また産業革命の後で、国によりそれが程度が変わるんですけど、やっぱり、会社が、一般労働者でも、字が読めるのが有利ですから、使いやすくなるから、教育は義務的になるんです。で、そこでも、周りの人たちの子供と一緒に学校を通うことですね。で、また移民の多いところでは、その学校教育が、みんな早く、例えばアメリカ人になれる文化的にの教育もなりますし、うちではイタリア語
親とイタリア語で喋っている人たちは学校に行ったら、周りの人たちは多分イタリア語を知らないで、早く英語できるようにならないとダメですね。でもしかして同じビルに住んでいるポーランド出身の人は、うちではポーランド語を使って、もう学校行ったら英語じゃないとダメですから、子供が、すぐには原住民みたいな、原住民並みみたいな、文化的に、言葉的になる。これはかなり大きいんですよ。またその話は後で続きますけど。だから、内と外の区別が非常に大きくなるものですね。村の文化で田舎の、小さいコミュニティの中の暮らし方では、内のことは、大体みんなは、ちょっとは知ってるから、内と外の違いがあまり大きくなかったんですよ。では、村の方では、どういう文化があったのは、多分、推測が多いんですけど、みんな想像できるのが、働きながら歌を歌おう。で、それは、田んぼの仕事が終わった時には、家の中の仕事も歌は歌うんですけど、特別の時には、市場の日とか、お祭りの時には、踊る、話の上手い人が来るって、それを聞くとか、そういう文化があったんですけど、読み書きはあまりなかったんですから、文化の内容が、言い伝えという感じのものですね。で、新しい曲ということはほとんど来ないんですね。そういう文化の中には。たまには、もしかして市場に来る人が、なんか新しい曲歌ったかもしれない。で、それが少しずつ、他の地方の文化に入ることはあったんですけど、ほとんどは、みんなが子供の時から大人の時まで同じ曲歌ってたんじゃないですか、と。思われる。で、都会に行くと、文化が大きく変わるんです。村だったら、みんな歌を歌おう。みんな踊る。今歌ってる人が終わったら、歌ってる人が座って、次に、今聴いてる人が立って歌おう。だからみんなは、文化はすることです。都会に行くとは、それが、まあ、消えることはないんですけど、少なくなるんですよ。みんなは、わずかなお金でも、プロのエンターテイナーを見に行くことになるんですよ。もちろん、雰囲気は違うんですから、それはまた外の文化の一つですが、いろいろ、まあ、国によりいろいろ言い方はあるんですけど、ミュージックホールとか、バラエティ劇場とか、ボードビル、日本では寄席とか、そういう、いろいろ出してる、劇場が普通になるんです。で、もちろんそれにも階級がある。だから、ほとんどお金がない人たちは一番下の階級のエンターテイナーでしか見れないんですけど、わずかなお金では、ミュージックホールに入って、2時間ぐらいの、プログラムがあって、で、帰るんです。だから、BQ という、考え方はあるんですけど、CQ も DQ もあるんじゃないですか。で、逆には AQ もありますね。だから、その、モダン時代の前のエンターテイナー、プロのエンターテイナーは、主に、貴族とかお金持ちのプライベートの場所では歌ったり踊ったりする。まあ、いわゆる芸者みたいな、座敷エンターテイナーみたいなことが、ね、すぐ浮かぶものですけど。でも上の階級の人たちもコンサートホールとかバラエティ劇場も行くようになって、だからいろいろ階級がある。で、エンターテイナーとしてはもちろん始まるときにはすぐに雇われるのが下の子。下の方で。で、それが、人気が上がったら、
次は、まあ、C 級に上がるとか、そういう違う近所、違う、お客さんの前にする。で、それもうまくいったら B 級に進むとか、そういう競争社会が、エンターテインメントの世界にも競争社会が入ります。競争が大きいテーマになる、なりますよね。で、その、ボードビル、ミュージックホール、寄席、バラエティ劇場は、プログラムでは、いろいろ出し物があって、で、それはローテーションでやるんです。だから大体、一通りは2時間とか、それぐらいの時間の、2時間ぐらいはマジックナンバーですから、で、いつでも入ってもいいし、いつでも出てもいいです。もしかして、都会だったら、6時スタートでのそのプログラムを3回やるとか、で、全部終わるのは12時。だから8時半に入った時には、次にはもう見たことある人が出たら、それが終わりだと分かって、全部見たから、もう帰ってもいいです。でも、いつでも入って、いつでも出ていいということ。で、そのミュージックホールでは、もしかしてちょっと食べ物と飲み物も出る。だから、エンターテインメントの場ですね。で、そのバラエティ劇場で出しているものの中にはドラマがある。芝居。で、その芝居は、いろいろ、もちろんありましたけど、かなりセンチメンタルな涙ちょうだい式ものが多くて。で、普通の一番典型的なあらすじは、例えば、純粋な田舎の家族多分があって、その人たちの持っている牧場、農場の土地がお金持ちが欲しい。で、その人たちをいじめて、その、土地を奪おうとする設定で。で、それにヒーロー的な存在が現れて、その、老夫婦とか、そういう人たち、弱い人たちの代理に戦ってくれる。で、その最後の方には、お金持ちが、負けて、正義が勝つ流れですね。こういうあらすじが非常に、陳腐ですけど、非常によくあるものです。で、考えたら、これが、社会主義じゃなくて、資本主義の中の社会の競争のことで、みんなが感じることが抽象的に表現されているんです。お金持ちとか銀行とか、大きい会社とかは、一般の人の敵みたいな存在ですね。自分がもっとお金が欲しいんだけど、そこからはわずかしか出してくれないとか、そういう問題で、階級の摩擦がみんなの毎日感じるものですから、その芝居の中には悪いお金持ちが出るのがみんな、まあ、ある意味で喜ぶ。それは、普段から嫌っているものだから、これが自分の本音を表現してくれるものです。問題は、そのストーリーの中には、我々の代表が弱いんですよ。お年寄り様とか、旦那さんの亡くした未亡人とか、子供とか、そういう人たちが我々の代表。で、その人たちは力がないから、直接的には悪役と戦うことはできない。で、その代わりに現れるのはヒーロー。そのストーリーの中には。で、そのヒーローが、大体この芝居の中に、社会が認める、社会が求めている、本質を持っているんですよ。例えば、欧米だったら、そのヒーローが必ず男性、必ず白人、で、必ずハンサムの人ですね。だからそれは社会が認める、社会が有利させる、本質のことですね。日本だったら男性で、もしかしての本当は、貴族だけど、一般の人に、同情して、一般の人たちのために活躍したくなった貴族。
水戸黄門がこういうパターンですね。有名な時代劇。だから社会の価値観がいろんなところに表現されている、こんな芝居。芝居はあまり変わらないんですけど、いつも同じような話だけど、そういうパターンが非常に多いんですね。で、もう一つが出し物はコメディですね。大笑いみたいなもので。その中には、多分、今考えたら日本の社会の中には今も、吉本新歌劇が新喜劇があって、考えたら吉本新喜劇が、そういう下の階級のエンターテインメントですね。誰でも理解できる、教養の少ない若い人たちや田舎者とかのための楽しいものですけど、その中に、もちろんいろいろ偶然とか理解が足りない話が、まあ、コメディがそういうものですから、で、一つの面白い特徴が あるんですよ。特にその時代には。それが、分かってない、都会の暮らし方、考え方、振る舞いは分かってない、田舎者、または移民の人が、笑いの的になるんですね。これが抽象的に表現されているのは、田舎者のままだったら笑われるっていう意味が入っているんです。やっぱり田舎者のキャラっていうことが、アホです。分かってないのが恥ずかしい。面白い。笑うべきことですね。その入っている教訓がみんな早く都会のマナー、都会の話し方、都会の価値観、覚えないといけないです。覚えないと笑われるんですよ。アメリカにはもっとひどいですよ。それは、それぞれの、民族の人たちが現れて、ある民族はこういう風のステレオタイプが出る。違う民族はそれもステレオタイプがあって、それを見てる若い移民の人たちは、それがイタリア人らしさと思われるんだったら、僕はアメリカ人になろうとしたら、そのイタリア人らしさをできるだけ磨いて捨てるべきです。というメッセージも、そのエンターテインメントに入っている。うん。で、もう一つの出し物、ミュージックホールのボードビル、バラエティ劇場の出し物は音楽。もちろんいろいろあります。もちろん踊りながら歌うとか、踊りも音楽もあって。で、これは、ここには音楽文化が大きく変わるんですよ。村の方ではみんなは一生同じ曲を何回も、何千回、何万回も歌うんだけど、競争世界の都会では、他にもバラエティ劇場あるから、毎週何かフレッシュなものを出さないとお客さんは来なくなるんですよ。だから、週ごとにはそのプログラムが変わる。だから今週やってる2時間のプログラムは、もしかして他の劇場と組んで、そのプログラムのみんなが移動するかもしれないです。で、違う劇場から、違うセットの、違うチームのエンターテイナーが、来て、それは別の2時間のもの。それでは、毎週行って、毎週違うものが聞こえるんですよ。それが、みんなが早く、まあもちろん好きですけど、なんか新曲が面白いで、そういう文化では、人が、すぐには、流行りが終わって、次の流行りが来るように、それは大きい、影響を与えるものです。モダン時代の前には、全部はロングセラーほとんど。一度ヒットしたものが繰り返してやられるんです。で、この曲の中にはいろいろ特徴あるんですけど、これもセンチメンタル。涙頂戴式の若い時のお母様の曲とか、ふるさとの曲とか、いろいろそういうことがいっぱいあって、人が、
今の暮らしと昔の暮らしを比較するような内容のものが多くて。もちろん、この曲は、毎週新しいもの出るんだったら、ソングライターという職業が、新しい職業ができるんですよ。もちろん、ミュージシャンが音楽作っているのは、ずっと、人間の歴史くらい、歴史が長いんですけど、こういう文化のために新曲を作るのが新しい職業で、ソングライター。またその話は後でしますけど。まあ、この曲も、コメディも、ドラマも、全部は、都会にふさわしいと思われる、教訓が入っているんですよ。で、評価されるのが、勤勉さ、新暴力、許し合う。主には、下の人たちが上の人たちの搾取を許す、ことがそこに入っているんですけど、そういうことが、望ましいモラル、望ましい考え方のことですね。はい。だから、また、次回、その後も、ミュージックホール、ボールビルの話しますけど、これは結構国際的に、タイミングと展開がそれぞれの国にちょっと違うんですけど、産業革命の後には新しい階級が現れるときには、この新しい文化が大体こういう風にあります。もう一つの新しい文化は、プロのスポーツ。スポーツの歴史またちょっと面白いんですけど、スポーツはいつからあるものが難しいんですよ。遊びはあるんですけど、遊びだけはスポーツになるかならないかのいろいろ問題があるんですけど。だからプロのスポーツは、また競争世界ですね。で、プロのスポーツは一番裸に出る人と人の競争です。この人の持っている力とか技とか技術対もう一人の選手の力と技と技術で、強い人が勝つ。もちろんそれはまた響く。毎日、の暮らしでは、会社の中の競争、または、就活の競争とか、競争ばかりですね。学校でもの競争もありますね。だから、少しずつスポーツがプロ化されるんです。で、不思議なことでは、イギリスのプレミアリーグのサッカーと、アメリカでのメジャーリーグ野球がほぼ同じ時期に始まるんですよ。大体1870年前後に、それぞれのメジャースポーツが組織化されて、リーグ化されて、プロスポーツの文化があるんです。で、それは、面白いのは、大きい会場じゃないとダメですね。グラウンド自体が広いですから、スタンドも作らないといけないから、スタジアム、文化が始まるんですよ。で、最初は、その文化が、主に、男性が好きだった。だから男性の好きなもの、葉巻を吸う、その時代にはまだ、シガレットの方はまだ流行っていなかったと思うんですけど、ウイスキーを飲んだり、お金をかけたりするっては、環境が、不健全と思われてたんですよ。で、健全な環境じゃないと女性や子供は行かないものだから、スタジアムとかチームやってる人たちはどうしても、その子供にも女性にもチケット売りたいから、すぐにはそのスタジアムの中の環境を、浄化したんです。例えばこれは、もしかして笑うかもしれないんですけど、ウイスキーが消える。で、その代わりにビールを売る。もちろん、飲んだら、ビールでは十分酔っ払うことはできるんですけど、比較的にはイメージとして、ビールは健全なイメージがあったんですね。
で、何か食べるものも出して、まあ、それが面白いものだったら、それも女性を魅了する目的では、そういうふうなこともやってたんですよ。だから、ヨーロッパではサッカー、アメリカでは野球、っていうことだけど、共通的には、ボクシングが非常に人気があったんですよ。でボクシングは一番裸の力対力の競争ですから、すごいわかりやすい、人気があったもので。で野球とサッカーと違って、最初からプロ化されてから、ボクシングだけは、はっきりと人種差別はしなかったんですよ。だから逆に、黒人対白人の試合が人気があったんですから、それは、もちろん白人が勝ったら、それは人種差別が正義だという結果で、で、黒人が勝ったら、それは人種差別は正義でない、結果が出たから、まあ、たくさんの一部は必ず喜ぶ結果ですから。まあ、他のスポーツは、野球は19世紀末までには若干黒人の選手いたんですけど、それをなくしたんです。だからずっと、1947年までにはメジャーリーグは黒人選手がいなかったんですよ。イギリスも同じようなものがあったんですよ。で、もちろん、スポーツというものは、ただの競争ですけど、新聞の中の、スポーツについてのライターの人たちは、また同じように、モーラルをすごく強調する。だから、チャンピオンが必ず、実際は別関係なくて、チャンピオンの人たちは必ず、紳士のように描写されるんです。話し方も、綺麗にされるんです。だから、そのスポーツも一応社会的な教訓の一つにもされていたんです。はい。じゃあ、もう一つの新文化は、遊園地。遊園地というものは、最初は、路面電車を経営している会社が、町の郊外に、大きい土地を買って、そこには遊園地を置く。この工夫では、大体都心部の近くにはみんな乗り降りしているんですけど、町の果てに、遊園地作ったら、人はもっと長く乗って、最終まで乗ってくれるんだから、いい商売になると思って。で、最初のは遊園地は、まあ、英語でアミューズメントパークですから、本当はパークみたいなものですね。公園みたいなもので。入場料はなしで、乗り物に乗りたかったら別々にはそれを払って乗れるということで。だから、遊園地に行って全くお金使わなくて、もう大丈夫でした。最初の19世紀の、遊園地。とても、路面電車の電賃だけでは行けるところで、まあ、自分のピクニック持っていたら、街の中にない広い公園みたいな緑のところに行けるから、すごい人気が出てきたんですよ、都会の人たちには。で、もちろんアトラクションも置くんですから、乗り物などの芝居とか音楽とかそういうものだから、当然若い人たちは行きたい。で、若い人たちもいつもお金は少ししかないんですから、でも、路面電車の電賃が絶対あるから、若い人たちの集いの場にもなるんですよ。それが問題にされてたんですよ。近所の中だったら、誰かの親が、若い人たちが何をやっている、誰と一緒に歩いている、誰とデートしているとか、そういうことはある。もうそれはまた、村の文化みたいにプライバシーが少ないんだけど、遊園地に行ったら、
誰もこの若い人たちがやっていることは見てないんですから、かなり自由な雰囲気にもなるんです。だからそれは、親から離れる自由に他の若い人たちと遊べる場所で。で、すごく安いんですから、階級は関係ないで、行けるところです。もちろん、普通は階級が表に出るんですよ。服装とか、職業とか、教育のレベルとか、そういうものは、企業になってるんですよ。それが見えるんだけど、みんなは遊園地に遊びに行くんだったら、ドレスアップして、ベストな服装で遊園地に行くと、誰もわからないんです。まあ、わからないが多いでしょう。で、そういう人たちは、おしゃれをして、遊園地は多分今もある程度これはあるんですけど、ナンパの名称になるんですよ。で、ナンパっていうのは、主に男性が女性を誘うんです。例えば、二人三人の男性が、二人三人のお嬢様に、お茶飲みに行かないか、みたいな誘いがあって、まあ、結構、まあ、無邪気でしょう。そういう大した悪い意味ではないんですけど、で、そういうふうに、もしかして違う階級の人たちが、付き合いが始まるかもしれないんですよ。もちろん、みんなの経験では、下の階級と思われるヤンキーの人たちの中には、とってもハンサムなお兄さんと、とても綺麗なお姉さんがいるから、おしゃれして、そういう人たちは気をつけて、言葉を使ったら、ヤンキーだとわからないんですよ。後では多分わかるんですけど、同じようなことでは、階級、または、民族、が、混ざるところですね。例えば、都会の中には、イタリア人街に住んでいるお兄さんが、郊外の、うん、まあ、お姉さんのお嬢様と付き合えるようになることはあり得る場です。それがすごく問題にされていたんです。保守的な上の階級の人たちには、遊園地がちょっと危ないイメージがあるんです。で、19世紀末ぐらいには映画という新しいメディアが始まるんですけど、その映画の中の、遊園地のイメージには、ナンパがやっぱり結構強調されるんですよ。そういうイメージが強い。だから、遊園地の文化が、ちょっと危なげありの文化と思われてたんです。まあ、遊園地でも街の中でももう一つの、人気のあるエンターテインメントはパレード。で、それが、近くに基地がある軍隊の部隊がパレードするとか、いろいろそういうパレードもあって、で、それも、公共のところで音楽がある。みんな、多分想像できないんですけど、例えば、この街の商店街のアーケードを歩いたら、ずっと、最初から最後までには音楽が流れてるんですよ。音楽が至るところに聞けるんですよ。店の中に入ったら音楽が流れてる。おそらく郵便局にでも音楽がある。だから、音楽が、まあ、ある意味で、ありすぎて気づかないぐらいの BGM にもなっているんですけど、19世紀にはそれはないんですよ。19世紀末にはレコードというものが開発されて、売り出されているんだけど、あまり普通に、人はまだ持ってなかったんだから、生演奏しかないんですから、ほとんどの場所には音楽は聞こえない。周りには音楽がない。だから、パレードが街の中に通るときには、みんな見るんです。で、パレードが、例えば大きい会社の宣伝、デパートの宣伝とか、
ダンスホールの宣伝とか、そういうものも あって、パレードの文化がとても面白い。で、パレードは、芝居の共通点が流れがあるんです。最初から最後までには、エンディングがあるものだけど、その流れはデタラメですよ。そのエントロピーがそこには入っているんですけど、意味がないんです。ただ出し物って、それがちょっと面白いことです。で、もう一つの若者文化のことですけど、自転車が19世紀の最後の方には変わります。まあ、ノーツにも書きますから、興味あったら、これも検索して確認した方がいいかもしれないんだけど、セーフティーバイシクル、バイシクルという、種類が、開発されて、で、これが、今の、ママチャリみたいな形の自転車になった。それまでには自転車の歴史はちょっとはあるんですけど、その、自転車が危ないんですから、それを強調して、セーフティーバイセクルということが、あって。で、自転車は、もちろん、貧困層の人たちにも、また、高いものですけど、まあ、遠い高さではないです。だから、で、また、考えられるぐらいな値段のものですから、それも親から離れて、二人乗りももちろんあるんですけど、一人乗りにも二人乗ることもありますから、自転車に乗って、親の目から離れることもあるんです。で、都会の人は、郊外の町まで、自転車で自由に行けるようになるから、それも、社会的な問題とも思われてたんです。自転車があるから、若い人たちが自由すぎて大丈夫かみたいな考え方があって。はい。ずっと19世紀には教育が義務になって、文字の文化が進むから、ほとんどの人たちが文字が読めるようになるのは19世紀です。で、何を読むんですか？で、そういう人たちはお金があまりないんですから、本とかは簡単には買えないです。で、図書館ももう大体この19世紀後半から、公共のものになるんですけど、やっぱり新聞ですね。新聞がわずかなお金で、1セントとか2セントぐらいで、もちろん、新聞は広告が入っているから、収入源、新聞会社の収入源が、新聞を売るより、広告を売るの方ですから、本当は無料に配ってもおかしくないぐらいに、それは、割合として、違うんですけど、だから、わずかなお金では新聞が買えます。で、新聞の数がすごいです。ニューヨークでは多分100種類ぐらいの新聞が19世紀末にあったんですよ。で、その中にはもちろん外国語のものもありますし、で、ウォール街ニュース、今も残っているのはウォールストリートジャーナルという雑誌、という新聞がその時代からあったんです。で、だから、新聞の中にも階級のことがあって、もちろん、ある新聞は週刊で土曜日、金曜日だけ出るものとかで毎日出るものもあって、で、それも階級が出てくる。もちろんウォールストリートジャーナルみたいなものが経済ニュースとか、オフィスで働いている人たちに必要な情報とか、もちろん政治のことですけど、その週刊の方が、いわゆる日本のスポーツ新聞みたいなもので、もちろん政治ニュースが ありますけど、元に出しているのがスキャンダルとか大きい事件とか、そのショッキングなセンセーショナルなことが、売り物と思われていたんですよ。
19世紀には日本では、日経新聞というものがあって、それが、カラーのハンガーみたいなもので、殺人の現場の絵とか、そういう、ショッキングな、スキャンダラスな、内容のニュースが結構強調されているんです。でも、また階級が上がったら、それは抑えて、そういう大きい事件があっても、殺人事件があっても、一面のニュースにならない。それは三面記事という表現が出てくるのが、中流社会の人たち向きの新聞には、一面にはその恥ずかしいとか怖い、ストーリーは置かないことにしてたんですよ。みんな開いてからそんな読めるんですけど。で、またその新聞の中にはスポーツのニュースも、米国ではそのスポーツマンが、スポーツマンシップとか紳士の描写が出てくると、また1890年代からニューヨークが震源地ですけど、漫画が出るんです。コミックスが出るんですよ。で、これが最初は、日刊では、週に一番売れない新聞が日曜日です。人はオフィスに行かない、仕事に行かない、工場も行かないだから、新聞をストリートで買うものじゃなくて、まあ、普通は、キオスクみたいなところで新聞売ってたんですから、配達ものじゃなくて、日曜日には街に出ないんだったら、新聞を買わない。で、新聞会社が、日曜日にも、新聞売りたいんだから、なんか、買う理由を作ることで、前も言ってたんですけど、カラー印刷が安くなったから、ある新聞会社、ニューヨークワールドが、漫画のことを考えたんです。で、その漫画の方は、最初の方の人気キャラは、イエローキッドっていうキャラがあって、それも下に書きますから、よかったら、後で、検索してください。メモしてます。また、その時代の漫画が、今の漫画じゃなくて、そのコマに分けることはあまり考えてなかったし、吹き出しもあまりないですし、イエローキッドの方のセリフは洋服の上に書かれてたんです。まあでも、それがすごい人気が出て、それで子供がお父さん、新聞買ってほしいって、日曜日の新聞が特別な存在になって、よく売れるようになったんです。1880年前後にはレコードという文化が始まる。もちろん、録音ということが、音楽を大きく変えるんです。それまでには、録音がないから全部の演奏は生で、全部は微妙に違うんですよ。環境が変わったり、音響が変わったり、歌っている人、また演奏している人の調子が違うし、湿度が違うとかいろいろあるから、全部の演奏はユニークだったけど、録音になると、やっぱり、レコード会社が、これが決定版みたいなことで、で、それがあるからね、だからそのテンポもそこで決まる。それがあるから、その後は、人はミュージックホール、ボードビル、バラエティ劇場に行くときには、その曲はそういう風に聴きたいんです。そのテンポで、その調子で歌ってほしい。それが違うんですね。それまでには、ユニークなパフォーマンスは歓迎されてたんだけど、この時代からレコードのままに聞きたいですという現象ですね。またもう一つの大きいのは、まあ最初の方は蓄音機、レコードプレイヤーが非常に高いものですから、お金持ちしか買えないで、また音楽の話は後にしますけど、でもその、買えたら
で、居酒屋とか喫茶店とかは蓄音機買って、それが、お客さん呼ぶものにもなりますね。ここに来たら、レコードが聴けますよ、ということで、そう、売り物になったんです。だから、バラエティ劇場には階級があるから、その、貧困層の人たちは、高級劇場でパフォーマンスしている人たちは生で見るチャンスがほとんどないですね。お金がかかるから。でも、レコードが売り出されたら、誰でもその有名な歌手の演奏が聴けるようになる。それも、音楽に対することの大きい文化的な波が始まる。だから、いきなり、その B 級、C 級、D 級のパフォーマーも A 級のパフォーマーほどできないと B 級、C 級、D 級のお客さんはわかるようになってたから、難しくなった。だからもっとちゃんとしないとダメですから、多くの C 級、D 級のパフォーマーがそれでキャリアが終わるんです。でしょう。また、それは、ミュージックホールのやり方と同じことでは、このレコードを買って永遠にこのレコードを聴くことは誰も考えてなかった。レコード会社のコツは、これがしばらくの間を楽しんで、すぐにはまたそのパフォーマーの新しい新曲が出て、それも買って、それもゆっくりしばらく聴いて、で、その回る回るように、ローテーションみたいに、ビジネスモデルができてたんです。じゃあ、また大きいテーマとして、それは、いろいろ具体的な、新文化、大衆文化、マスカルチャー、ポピュラーカルチャーの、特徴ですけど、もう二つの大きいテーマでは、一つは、国の統一させることです。やっぱり、モダン時代の前には、国というコンセプトはあまり強くなくて、それより地方とか、近所とか、の方がはるかに強かったんですけど、経済が進むと、全国ネットが、コミュニケーションにも、鉄道にも、道路にも、できて、国の一民、としての意識が政府が強調したいんですね。でも、その時代までには、僕は、イギリス人ではなくて、ニューカッスルの人とか、アメリカ人だったら、僕はアメリカ人より南部の人とか、日本だったら、僕は日本人より大和の人とか、そういう意識のことを、繰り返して、アイデンティティを国の方にはつくように、結構政府もメディアも、会社も、進むんです。で、一つのテクニックが、この国の敵を立たせるところで、みんなが、これが敵、こんな敵があるからみんな団結 しないといけないから、アメリカの場合は1890年代には本当にくだらない短い戦争があったんですよ。で、それはスペインとの戦争なんですけど、本当はスペインとの戦争することは別に理由はないんですけど、それが団結、のことで、みんなに敵が、同じ敵がいたら、みんな元アメリカ人としてのアイデンティティが強くなる。まあ、ちょっとは言い過ぎですけど、みたいなものですね。同じ時期には日本も戦争始まるんですね。日清戦争も、本当はそれほどの、どうしても戦争しないといけない状況ではないんですけど、それでは、日本人が、
もっと自分が日本人だっていう意識が大きくなるためのものですから。また、その関係では、これもまた後で話しますけど、そのミュージックホールでは、民族のステレオタイプがほとんどネガティブなものですけど、このアイデンティティの国の一人としてのアイデンティティのものは、ポジティブなステレオタイプを作らないといけないです。で、それは代替表現の方は、伝統だと強調するんです。本当は伝統じゃないんですけど、伝統だと思わせるような出し方で、我々アメリカ人はこういう民族だ。民族っていうか、その、民族の意味はまた難しいんですけど、また日本では、我々は侍の子孫みたいなことですけど、本当は、3% の人口しか侍の子孫にならないんですから、100年、それより100年前の人たちは侍が敵だということで、いきなり1900年前後には、侍日本とか、みんなは侍日本の一人という考え方が出てきたんです。まあ、不思議なことだけど、またこの話はもっと細かく、後でやりますけど。で、最後にもう一つの大きいテーマが、女性の解放。もちろん女性は解放されていません。だけど、その前の、モダンの前の暮らしと比べたら、女性が、結構自由になるんです。田舎で、村で暮らしている女性が、本当に朝から晩まではずっと働いていないとダメだと。でも、都会だったら、暮らすスペースがちょっと小さくなって、少しずつ時間ができる。もちろん、女性も十分工場で働いてたんですよ。他にも、家の外にも仕事することで。で、都会の文化では、義務教育は男性だけじゃなくて、女性も入りますから、学校では、いろいろ新しい考え方とか知識が入る。で、その一つは性教育ですね。だから、都会に行くと、教育があるようになると、いきなり一人当たりの産む子供の数が急に少なくなるんです。田舎の方では、性教育のない女性は、何人産んでもおかしくないんですけど、都会に行ったら、まあ、スペースも制限があるから、3人、4人ぐらいは、限界と思って、それ以上は生まない工夫を利用する。だから、それをするのが、ある男子は脅威を感じたんですよ。この家族のリーダーは誰ですかと。まあ、いろいろそういう女性の自由が、まだまだ、21世紀に行っても、完璧にできてないんですけど、それはその時代からショッキングな話題になってた。はい。まあ、だいたい1時間では、もしかしてこの第3講義には、パート1、パート2ではなくて、この一つだけになりますけど。あと、講義2つぐらいで、中間試験。やります。5回の講義では中間試験やりますから、講義を何回でも見ていいです。で、問題を配ってから、もう一回見ても、そんなきついスケジュールはしませんし、で、この下のところに概要が出してますから、その中にはその流れを確認したいところがあったらそれでわかるし、でその中に、別に Wiki とか、Google とかで検索した方がいいと思ったら、そうしてください。もちろん、試験はもう自分のうちで自分の時間でやるものだったら、それはもちろん Wiki、Google 何でも使っても構いません。
そういう問題じゃないですから。まあ、ウィキ、グーグルのものをそのまま写すは、盗作になりますから、それはカンニングですから、それは F になる。だから、それ気をつけてください。また、その話は後ほど。よろしくお願いします。